皆さんこんにちは、リュウです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回の一魚一刀の獲物は、春に旬を迎え脂の乗る大衆魚イサキをお刺身炙りなどで食ってやろうと思います。主に九州から関東にかけて多く生息していて、市場にも多く流通する美味しい魚ですので、皆さんもぜひさばいて食べてみてください。それでは早速やってみましょう。それでは早速鱗の方から取っていきましょう。鱗を取る際はね、水などを流しながら、本当はやるとね、鱗の方飛び散りづらくてね、いいと思いますので、水流しながらやってみてください。じゃあヒレのそばね、非常に鱗残りやすいので慎重に丁寧にねやってください。反対側も同様です。それではまずね、内臓の方から取っていきましょう。でこの時期のイサキは卵とか白子をね持っていますので、卵は煮付け、白子はね湯通ししてポン酢などでね、白子ポン酢で食べてみてください。お腹を裂く場合はね、卵とか白子入ってますので、内臓をね崩さないように取ってみてください。それではまずエラの方から取っていきます。まずね、エラの縁、この縁をね切り落とします。でエラに沿って包丁をこのように入れて指ですぐ取れます。次にお腹の方を割っていくのですが、卵とか白子ね極力傷つけないようにね、軽くここからね軽く包丁をね入れてください。でこのイサキは白子ですね。これが白子になります。これを取っていきます。これ内臓を挟んで両側2つ、白子の方、卵の方ね、両方とも入ってますんでね、これを注意してね、しっかりと取ってあげてください。こちらが白子になります。はい、内臓の方ね取り終わりましたので、次に頭を取って3枚におろしていきましょう。頭を落とす際はこちら胸びれの横、こちらですね、胸びれの横からまっすぐ落としちゃって大丈夫です。このように頭を落とせます。包丁を入れる順番は腹、背、背、腹の順で下ろしていきます。まずお腹側から包丁を入れます。中骨に沿って、中骨に沿って包丁を入れます。次背側です。背側も中骨に沿って包丁を入れます。こういう状態ですね。次に包丁を貫通させて、ここから下ろしていきます。それで上身が取れます。次に下身になりますね。下身も下ろす際は背側から包丁を入れていきます。次にお腹側包丁入れます。ここで包丁を貫通させて、3枚に下ろしていきます。こちらで3枚に下ろし終わりました。3枚に下ろし終わりましたので、次に腹骨の方を取っていきましょう。腹骨を取る際はいつも言ってるように腹骨に沿って包丁を入れて、腹骨をすくい上げるように取っていきます。腹骨に沿って包丁を入れて、腹骨をすくい上げるように取っていきましょう。こちら側も同様です。腹骨に沿って包丁を入れて、ここから腹骨をすくい上げるように上に包丁を向けてね取っていきましょう。そしたらお腹の部分なくならないでね、しっかり取れますので、やってみてください。はい、それでは次にね、血合い骨を抜いて皮の方を引いていきましょう。だいたい血合い骨がついているのはここからこの辺までですね。で最後にここの血合い骨、ここにも 1,2 本ありますので、ここを取り忘れないようにねしてみてください。まずここから取っていきます。この端っこが取れたらね、まな板の上に置いて抜いていってください。こ
血合い骨の方ね、抜き終わりましたので、次に皮を引いていきます。こちら側ね、内引きで引いていきますね。でね、皮を引っ張りながら引いてあげると簡単に皮を引きます。こちらで皮が引き終わりました。はい、それではね、イサギの方炙っていきましょう。はい、それではね、イサキのお刺身の方作っていきたいと思います。今日もね、妻代わりに使うのは、今日は千切りキャベツ、これをね、妻代わりにしてやっていきたいと思います。で、イサギの方はね、一匹姿盛り用にね、姿おろしして竹串刺してあります。こちらを使っていきたいと思います。まずはこちらのイサギの中にね、ちょっとこれ詰めておきますね。これで安定しますんでね、必ずね、姿盛りする方なんかはね、軽く敷いてからやってください。あとはね、ここに。ですね、ここ一つかな。今、イサキも切っていきます。次にこちら炙り切ってみます。ちょっと切れ込み入れてあげるとね、少し広がりますんでね、このような感じでやってみてください。引き方は同様です。少し飾り付けをしていきます。今日は海藻ですね。海藻をこちらとこちらですね。これで完成となります。はい、以上をもちまして終了となります。面白かった、興味が持てたという方は励みになりますので、チャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。